よく覚えてんね、はい、授業中に言ってましたから毎月50万ぐらい。うわーすごい、ね、30分30分晩酌ですよ。最悪何着てもいいし、だからこの時フジテレビからなんか着ぐるみとか借りてきて、もう授業入った瞬間にわーって熱くオペラグラスで見てるんだけど、相談のところにキャンピングチェアたくさんもらえましたね、お金も。だからこれだから当時と張り合えるでしょ。勉強できなくなってるよ、うん。ということで始まりました、モテチャンネルです。さあ、今回はですね、スペシャルゲストとして、ヨゼミの佐藤幸男先生においでいただきました。スペシャルです。はい。髪の毛もスペシャル。すごい髪型。僕が習ってた先生。よろしくお願いします。今、背景知識講座とかね、やってるんですけど、うん、そう、世界史の知識はやっぱり、僕のじゃ足らないって思ったんで。足らない。昔だったら大丈夫だったんじゃない？そうですね。当時だったらね。当時だったら。そう、なんで、いろいろ僕がテーマ、喋るときに幸男先生にちょっと解説してもらおうかなっていうので勉強しましょう。今回は、まあ、佐藤幸男先生とは一体誰なのかっていうので、このあなた知らない人ダメ知ってください、はい、よろしくお願いします。実はね、一緒にカラオケも行ったことあるんですよそんな古い話。大学1年生、うん、何にも覚えてないですけど、すっごい酔っ払ってて、僕の歌が上手いからって消したそんなことしたのそれなんか嫉妬みたいじゃんそれ嫉妬じゃん。さてさて、あ、さてそれで、ね、まだヨゼミの、まあ、世界史特攻講師をずっと長いですね。長い。一応自己紹介させていただきます。字は一応上手い方なんですよ。やっぱ板書がすごい先生でしたからね、やっぱね。でもね、ちょっとね、ここちょっと違うんだよね。東大じゃない。ああこれちょっとごめんなさい。でもね、この大学に自分は誇りを持っている。学校の先生になるための大学なので、なんで予備校に入っちゃったのかちょっと間違ってるね、うん、学校の先生がいいんですけど。そう、やりたいって言ってましたね。今でもやりたいんですけど、部活指導とかしたいって言ってました。友達見てるとね、大変そうだよね、ちょっと。学校の先生は本当部活の指導、文化祭とかしてやりたいし、そっち系なんだよね。で、ヨゼミ中学部前にね、栄光ゼミナールとか。ああ、そうそうそう、よく覚えてんね、はい、授業中に言ってましたから家庭教師、2万円ぐらいの。そう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 、だから僕に教わってる人見てないここで今、昔はいっぱい教えてたしね。だからこの間ちょっと計算合わないんだけど、5年間だったけどさその5年間で塾と家庭教師で随分毎月50万ぐらい入ってたね。こんなに羽振りがいいのもほら見てわかるでしょ、バブルだから。あー、なので羽振り良すぎるんだよね。羽振りがいい時にヨゼミに、これも推薦入試みたいなもんで、おいおいおい、テストしてない。へー、僕はテストしてないんですよ。で、中学部に入って1年間だけ中学生教えて、はい、で、翌年から高等部に入る。で、世界史。世界史です。やっぱりまあ専門ジャンヌ・ダルクよく知ってます。もう覚えてる。俺より知ってんじゃん。いやいやいや、映画見て、あ、ここ違うと思って言ったあ、そう、ダメなの。だから歴史映画、本当はね、YouTube やっていて、で、歴史映画のコメント YouTube を流そうって思ってたんだけど、はい、なんか流したらその作った人に怒られるんじゃないかって思うぐらいに、これインチキだって言いそうだよね。全然歴史と違うじゃんって言いそうだから、ちょっと今ためらい中。で、偶然ね、偶然本当に入って5、6年目ぐらいにサテラインが始まって、で、たまたま僕よりも上のね、先輩の先生たちが抜けたの、本当に偶然抜けたので、それで映像の講師になるっていう、うん、ここからで、その年にこの次に TV ネットって見たことある？あ、スカッパー、あ、スカッパー、そう、スカッパー、なんか名前、パーフェクト TV、 TV、 パーフェクト TV。 僕あの、ヨゼミの参考書を買い漁った時に、うん、みんな98年って書いてって何なんだろうなと思ったらそうそう、ヨゼミの先生がちょうど移籍されてくる先生方もこの年にいっぱいいて、はい、で、その先生入れてこういう感じ、こういうやつを授業でやろうっていう風にやったのがこの TV ネットからの、うん、もう何やってもよかったんだ、本当に。何やってもよくて、何着てもいいし、だからこの時フジテレビからなんか着ぐるみとか借りてきて、で、着ぐるみとか着ながらやってた記憶もあるぐらいに楽しかった。西先生も自由にやったって。ああ、そう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 、これは一番楽しかったかな。で、その98から今、これからこれから21だから、でも入って30年目なんですよ。まあ、今30周年なんです。つまり福山と一緒です。お誰福
山雅治様と一緒です。清原と同い年で桑田と同い年で、キングカズと同じ年。お、そうなんですね。ダメだ、大負けしてる。もう本当にすごかったじゃないですか。でも人気もね、それは俺が人気あるよりも代々木ゼミナールに人がいっぱいいたんだよ。ただ誰がやっても人気になるんじゃないのと僕は思って。その代ゼミ何十周年のパンフレットとかなんかコメントみたいなの見た時に、ゆきお先生が一番大きい教室を前にしたのが思い出って書いてました。 ありがたいね。あ、でもね、生徒とつながりは多いから、他の先生よりはおそらく卒業生と旅行に行ったりツアーに行ったりしてるから、そういうのでつながってる人は1000人ぐらいよ、ね、で森哲と出会うのはこの間、ね、この間の22年間の間に森哲と出会う、はい、幸男人生30年。昔はね、20周年だと時計もらって、30周年だとなんかもらえたんですよ、はいはいはい、ゼミは。もうそんなことはもうつゆ知らず、さらっと過ぎて外30年になってしまいました。どうですか、一番すごかった時期どんな感じだったんですか、ヨゼミ。生徒がすごかった時期。生徒がすごかった時期、みんなそういうのやっぱ聞いて。だから好きだね、そういう予備校ネタ。もう今の受験生はそういうの興味ないから、今見てる人違うでしょ、その時代でしょ。だからもう入った瞬間に湧く。ああ、もう授業入った瞬間にわーって湧くわけ。今日は先生何言ってくれるんだろうとか、あとは僕の場合ヨゼミではお笑い担当の方だから、はい、わざと教壇で倒れるとか、わざとこうガタンって倒れて、わっては行ってから授業やりましょうとか、なんかほぼ漫才師みたいな感じのやり方が楽しくて、後ろの人見えないじゃん、僕の授業、はい、ちっちゃいから、はい、するとみんなオペラクラスを持ってきてオペラクラスで見てるんだけど、それでも見えないからっていうんで、じゃあ前に来てっていうんで前に来てもらって、教団のところにキャンピングチェアをでザーッと座ると、そのサテライトで映ってると頭だけが見える。あ、なるほどなるほど。頭だけが見えて、俺の授業ってこうやって頭が並んでるみたいになっていたのは印象があるね。でもどの先生もそうかもしれないけど、教団の上に必ずお菓子があったり、はいはいはい、何があったり、ね、アポロ11号の授業はチョコレートのアポロが11個並んでるとか、っていう、そういう、だから生徒も面白い。今の子供たちって真面目だから、一生懸命受けてる。まあ昔の人が一生懸命受けてるわけじゃないよ。だけども割とそう、今の子たちはすごい本当に真面目に純粋にものを覚えに来てるので、笑うポイントが分かんないので笑い過ごしてしまったりして、あれ今笑うとこだったんだけどって言わないと笑わない。あ、なるほど。だけどそう、昔の人は違うでしょ。昔の人はどこで笑うのか待ってるわけ、話聞くことよりも。で、笑い来た瞬間に誰が最初に笑うのかぐらい、最初に笑ってやるみたいな感じ、ドンってくると、まあ、450の教室でわってなるっていうのは、まあ多分どの先生も同じだろうけど、ヤクルトのバットでねちょっとこれ向いちゃうとさ、ヤクルトとかドラゴンズとか分かんないよこれね。あれサテラインと変えてたんでしたっけ、バット。校舎によって色が違う、白いやつと。でサテラインで見るとバットが違うって思ったの覚えて。でこれね、違うんだよ、最近は緩くなったんだけど、はい、昔はここにヤクルトのやつがついてるからダメだって言われて、はいはい、なんか宣伝になっちゃうから、何の宣伝だか分かんないだから向いてくださいって言われて、はい、向いたことがあって、はい、とこうなっちゃうんだよ、うん、そうドラゴンズじゃろうみたいな形になったりしてちょっと大変だった。でもこれは例えば札幌に行ったらファイターズのバット持ってたり、あで、そういう風にしてた、その地域のファンだよってことを案に表そうとして、無駄な抵抗バットで刺すっていうイメージ、これタン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 。いやでもね、英語とか数学と違ってやっぱりこう動くじゃん、はい、物語を教壇の上でやらなきゃいけないから、うん、そうすると必要なのよ何かが。チョークじゃできないんじゃない、うん、なのでこういうものあると、これが例えばいろんなこういう風になったり、はい、飛行機になったりミサイルになったりとかいう形になるので、やっぱこれはとても大切。世界史の先生、特に世界史の先生はこう動きが多いじゃない、ローマ教皇がハモーンとか言ったりするのもこのバットが必要になってるっていう。マイクこういうイメージでしたけどね、まあ、授業中こう教団ってこうやってやる、すごいそれはね。最近 YouTube で他の先生の昔の流れてるじゃん、はいはい、亀田先生とかも、いやみんな同じだよ、みんな暴れてるもん教団の中で。確かにそうですね。だってもう教団の上に乗るし、はいはい、ジャンプするし、歌うし、そう超のイメージです。でも変わらないよ、今のヨゼミの授業も変わらないから、まあ、皆さんはヨゼミに通ってないでしょうけど、来ても先生方は変わらない、授業は。まあ生徒が残念だからね、ちょっと減っちゃったけど、それでも全然先生方は違うので、よく寸大の先生とか河井の先生とかも映ってるけど、はい、やっぱりヨゼミの先生は変だよね変わってる、まあ、憧れる人もね、それが多かったです。あ、そうそうそう、変態だからこそ面白い、たくさんもらえましたしね、お金も
その辺のことも話してくれるんですか。いやもう全然、これ全然ですよ。いやいやマジで全然。いやいやだってこれね、後輩とかから、はい、ひどいんだから後輩が、うん、何か言うと先生はもらってるからでしょ。いや僕よりもらってるなんて死ぬほどいっぱいいるんですって。社会だよ社会、はいはい、こんな社会なんて自分としては底辺の強化だと思いながら思ってないよ全然思ってないけど。っていうのがあるからお金は出口さんほどもらってないから。出口さんはだまあまあそうですね。いやでも本もいっぱい書いてる、ね、あそうなんです。ようやく2万部いきそうです。漫画でわかる世界史、森哲のこの番組を使って宣伝です。これ国別なんだよ。あそうなんですね。読む。あ、ありがとうございます。本当に好きですから、ね、これはそう面白いです。あと最近だから共通テストのね、うんうんうん、そうなんだよね。だから森哲に何かを手伝えるとなるならば世界史の何かで助けることはできるだろうか。そうですね。僕もだから立教先生のとこで世界史検定3級受けましたからね。そうだったっけ。受けてちゃんと解説もやってやったね。そんなことやってたね。なんか昔はよく大学生集めてねなんかいろいろやってた時だったんだね。それね懐かしいな。それがここなんだね。でもこんなんで溜まってきたからさ、もう若い世代の先生方も増えてきたし、うん、今ヨゼミは僕の教え子の先生たちもねいらっしゃるから全然東進とか河合でやってる加藤先生も佐藤幸雄先生に憧れ ていい子だねみんな。皆さん絶対少なくとも俺よりはいい子たちですから大丈夫です。あとは特徴としてやっぱりこの板書がすごい。だって最初にすごい書く板書だったじゃないですか。そう思ってるでしょみんな。そう思ってるでしょ。そうそうそう変わったんだよ。何分ぐらい書いてましたあれって。え30分30分板書でしょ最初。だからそれね詐欺だったのかなって、うん、詐欺。90分の授業で30分板書のって詐欺だってじゃあ言ったのは他の教科の先生、ね、詐欺ってそういうことや。つまり、はい、お前は60分しか授業やってないのに、はい、なんでお前90分のお金もらってんだってよく言われてたんだけど、はい、そんなこと言われたってしょうがないじゃん。書かないと授業できないんだから、はい、でもこれがね不思議なことにやっぱり映像授業になっちゃうと、はい、本当に詐欺になっちゃうよ。だって映像の子たちっていうのはピューってできるから、はい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 、30分を短くできちゃうんで、そうですね、サテライン予備校、はいはい、今なんかヨゼミは皆さんヨゼミ人数少ないと思ってるでしょ、うん、それヨゼミの本体は少ないかもしれないんだけどサテライン予備校いっぱいあるので、はいはい、そのサテライン予備校の方がすごくたくさんいるのよ、うん、ですごいサテライン予備校の職員さんが、はい、まあ出来がいい。おすごいんですだからこれだから東進と張り合えるんでしょ。だからだと思う。だって普通だったら勝てないけど、うん、やっぱり東進のフランチャイズのところと競い合ってるじゃない、うん、ヨゼミのところが。それはやっぱり職員さんがすごいだよね。いやもうやばい、よく物を知ってるし俺たちより俺たちの使い方を知ってる。へだから怖い逆に。だそれが広がったのでそちらの生徒に対してどういう風なことをやっていかなきゃいけないかを考えなきゃいけない時代なのよ。そうするとあんまり板書長く書いて残り60分しか喋らないとちょっと問題なので今は書くのは10分から15分になってる。それはこういう文章じゃなくて図なんです僕の場合。あなるほど。図にしてで図でこう書いて喋るでこれを実際に覚えるとするならばでテキストに行くとテキストに例の場所があるんです。なるほど。テキストにもある状態ある。だから書かなくて済むようになったけど森哲の頃は書いて覚えたでしょ一生懸命、はいはい、でも今は書いて覚えるっていうのはナンセンスだって言ってるYouTuber もいるじゃない。誰かは分からないけどなので確かに書かないで覚える方のが時間の短縮もできていいんだけど、やっぱ人間の頭の構造上やっぱり社会は特によ、はい、書いて覚えないと覚えられない。だってここ出てんだ俺ここで教わったんだよ。つまり書いて目で見て喋ったものが自分のところにこうインプットされて暗記して出るときっていうのは先生の板書じゃなくて自分のノートなんだよ。だから本当はノートは作った方がいいっていうのはあるんだけど、さすがに今はねそういうのが子供たち嫌がる、面倒くさいとか。いや逆に楽なやり方がいいよって言った方が楽なやり方の方に生徒行くじゃん。そうですね。だから勉強できるようになってるよ。あなるほどと僕は思うんだけど、でもまあ世界史ノートって言ってましたからね言ってたね、はい、パーフェクト版書とか言ってた自分で思えばちょっと恥ずかしいなって。どこがパーフェクトになるって突っ込まれたらもうマジヤバいでしょ。西洋と東洋両方書いて、僕金曜受けてたんで、うん、週末に聖書してやっぱしたよね。聖書したよね。そう聖書した方が覚えるんだけど時間がもったいないって言われちゃうとグーのでも出ないんだけどね。でも書いた方がいいと思うよ。できない人は書きなさい。え大人になってからも書かないの？もう最近書かないのか。こうやってやるか、タイプ出てきちゃう。タイプかバカなの、まあまあ、これすらできないか。もう最近はもうこれしかっていう。でも怖いね、その書かなくてもいい時代になってくるとさ暗記力がなくなる、うん、暗記しなくても良くなってるんでしょ実際に。こういろんなものにさメモしてあるから。そうなって
っちゃってますよね。そう、携帯電話の番号が覚えられなくなったっていうのはまたそのことで、もう我々おじいの時代ですからこの辺にはまだ携帯電話が普及してない頃ですよ。米に米にの東京テレメッセージっていう、全然わかんないです。何ですか米に米に、知らないの？知らないっす。米に米に知ってるでしょ。東京テレメッセージってあのポケベル、あ、はいはいはい、で、あだったら11とか、あ、はいはいはい、2だったら12とか打っていいで、で、こんにちはとかを電話で打つっていう風にやってたんです。それでテレホンカードがすごい流行って、で、そのでテレホンカードをみんな使って公衆電話でこうやってコメニコメニって打ってから、コメニコメニ打ってから文字を打つの。なんでテレホンカードがすごい普及したから、イラン人が偽造テレコを作るようになったっていう。で、原宿でこうやって売るようになった。コメニコメニっていうのを打つんですね。あー、なるほど。元を打つでしょ。そういう人いるでしょ。だって今見てる人絶対そうだよ、絶対知ってるから。じゃあこれからは、いや、もうこれからはまあとりあえず一緒に何か面白いこと、はい、面白いことをやりたいので、面白いことにお手伝いしてください。はい、僕にもよろしくお願いいたします。じゃあ皆さんも四隅終わってないからね、まだだよ、舐めちゃいけないからね、四隅の財力はね。背景知識何からいきましょうかね。まあ、難民とかいろいろ出やすいのあるんで、ちょっと見てもらったね、はい、シリアの難民とか、はい、シリア難民すごい出てるんですよ、フランス革命。そうですね、フランス革命やっぱ出やすいです、ね、なのでそれ、まあちょっと形も考えながら正しくやりましょう、やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. バイバイ。